POG2024 から25車台レースホース関東は全頭チェックパート4ということでやっていきたいと思います。秘密結社ペガムソース28でございます。まあ、今回はね、まあ、そんなわけで募集番号でいうと71番から81番までやっちゃいましょう。あの募集頭数が92と、まあ、半端なところがあるんでね、ここは11頭ずついきたいと思っております。というわけでね、早速、まあ、やっちゃいましょうか。まあ、募集番号71番レッドアゲートの22牝馬、父でエリオロ母の父、マンハッタンカフェ、募集価格2800万円で、立東の小林信也厩舎、出産時の母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お母様フローラステークスの勝ち馬でお兄さんに京都新聞杯を買ったレッドジェニアルという血統、まあ、馬体重は募集時で377キロ。まあお兄さんがね、マンハッタンカフェ3区で京都新聞杯を買った、まあこの時期ね、マンハッタンカフェ3区が京都新聞杯を何年も連続で勝ってたみたいな時ですね。まあ、で、マンハッタンカフェ3区の連覇が止まるなっていうか、この年はマンハッタンカフェ3区おらんやんけ、みたいな感じになった年に、まあ、この次の年でしたかね。母の前傾マンハッタンカフェっていう血統の馬が勝ってね。まあ、このレースマンハッタンカフェとどんだけ相性ええねんとなったわけなんですけれども、まあそんな、お兄さんっていうことでね、POG 的には注目血統ではあるんだけれども、まあ、もちろんね、京都新聞杯とかって期待しようと思ったら、牝馬かどうしようかな。まあ、ヤグルマ賞とかね、その辺期待できるかなってとこなんだけれども、まあ、母17歳児の3区、まあ、そしてね、まあ、長距離っぽい、オークス向きっぽい牝馬っていうあたりね、少し狙いづらい気はします。まあ、そして、募集番号72番、エリンズ・ロマーネの22、5番。父ドレフォン、母の父ノベリスト、募集価格2400万円で立東の浜田厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、祖母エディンコートはオークス馬で、募集時の馬体重6月時点で402キロ、まあ、母芝ダートともにね、結果を出している父ということで、まあ、祖母はオークス馬、まあ、オークス馬がね、3区は直接は結果を出さなくても、まあ、代を経て結果を出すパターンというのは結構ありますけれども、まあ、厩舎もね、まだ結果がこれからという若手厩舎ということで、まあ、POG 的には様子見でいいのかなという気がします。まあ、そして募集番号73番、ハラペーニョペパーの22、5番、父マインドユアビスケッツ、母の父ゼンドロブロイ、募集価格4000万円で立東の賞の厩舎、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が16歳、祖母のレッドチーペッパーは10勝2勝、NHK マイルカップ3着、どこのからくれないがフィリーズデビューを制覇ということでね、募集時の馬体重は428キロ。まあ、期間内から活躍馬を出している品系、まあ、祖母自身もそうだし、どこのフィリーズデビュー勝ちもそうですね。まあ、狙い目の品系なんですが、まあ、この厩舎もね、POG 戦線ということで言うとね、まあ、いまいちというか、まだ結果を出し切ってないというところがね、少し気がかりにはなってしまうと思います。まあ、そして募集番号74番、マジック。クリアリズムの22、牝馬、父マインドユアビスケッツ、母の父ディープインパクト、募集価格2800万円で立東の高柳大輔厩舎、出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、祖母の総マジックは桜花賞の3着馬で、叔父の総バリアントはチャレンジカップを連覇、叔母のマジックキャッスルは愛知杯勝ちと、中距、まあ、そういう血統ですね。まあ、募集時の馬体重は378キロ、お母さんの、ね、弟妹が重賞制覇をしたという、ね、注目の血統だし、まあ、そこに遡ればね、まあ、クラシック期間内から結果を出している血統。まあ、ただね、厩舎がまだ若手というところでね、これもまあ、そこが一つ気がかりかなというふうには見えてしまうと思います。そして募集番号75番、ナッシングバットルウィームスの22、5番、父ダイワメジャー、母の父ブランケル、募集価格4000万円で立東武甲子郎厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、祖母のデインドリームは凱旋門賞を含む G15 勝、お姉さんのルージュエバーユがエリザベス女王杯2着と活躍馬ですね。馬体重は442キロ、募集時、まあ、凱旋門賞の孫でね、まあ、このナッシングバッドドリームズのね、あの分子っていうのは母の父ブランケル、まあ、父ダイワメジャー、母の父フランケルと、日本でこういうね、短めの距離で成功している父、そしてフランケルは、まあ、現役時代マイラーだったことでもわかるようにね、多分、その父ガリレオってことで言うと、ミオスタチン配列は CT。まあ、ガリレオが多分 TT ですからね。まあ、で、
短距離向きの気象みたいなところがね、フランケル3区での、まあ、悪い意味での特徴となってきていましたが、ダイワメジャー3区ってこともあってね、これが短距離に出ればね、なおのこと面白いのかなっていうところ、配合的にはね、まあ、注目してみたいところ、まあ、日本のトップの短距離種牡馬と、まあね、あのヨーロッパのリーディングサイヤーの、まあ、配合ですからね、狙っていきたいと思います。まあ、そして募集番号76番、スピニングメモリーズの22、牡馬、父オルフェーブル、母の父、アルカーノ、募集価格4000万円で立東佐々木肖造厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。お母さんはね、重賞2勝の活躍馬で、オルフェーブル3区でダート配合。まあ、ダート馬っぽいというところでね、まあ、ダートクラシック路線2年目、いろいろ路線が整備されて、制度的にもね、出走しやすくなってくると思います。まあ、ダート戦線を席巻するところをっていうのを期待していきたいと思います。そして、募集番号77番、ゴルトキルシェの22、牝馬、父ハービンジャー、母の父ステイゴールド、募集価格2000万円で、立東橋口慎介厩舎。出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が14歳。おじ、お母さんのお兄さん、アニマルキングダムはケンタッキーダービー、ドバイワールドカップを制覇ということでね、馬体重は403キロ。お母さんのお兄さんがダービーを勝ったように、まあ、POG 向きの品系。ただね、厩舎のね、信頼度って点で言うと、うちの出資馬、僕の出資馬がね、久しぶりにこの厩舎でね、まあ、未勝利馬となってしまってね、勝ち上がり損ねてしまってね、まあ、この厩舎とノーザンファームっていう組み合わせって点ではかなり個人的に信頼度が低くなってしまってるんでね、まあちょっとどうかなというふうに思ってしまうのと、あの母の父ステイゴールドっていうのもまあ結果が出ていないなという気がします。そして募集番号78番、薩摩切子の22、牝馬、父ルヴァンスウェーブ、母の父エンパイアメーカー、募集価格2000万円で一等杉山義明厩舎、出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が16歳、祖母の兄に種牡馬富士奇跡というところでね、馬体重は420キロ。まあ、ダート配合でダートの牝馬ってなってくると、POG 的にはまだ路線が未整備なところということになってしまうんでね、まあ、厩舎も若手ですし、まあ、路線も未整備、まあ、POG 的には厳しいのかなという気がします。そして募集番号79番、パールズベストの20。牡馬、父ニューイヤーズベーデイ、母の父キングズベスト。一応ね、あの高橋忠義忠厩舎で席がついていましたが、ボーンシストのため募集中止となっています。一応出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。祖母にフローラステークス3着の走ってほしいのという決闘だったんですけどね。まあ注目の品系ではありますがというところですね。まあ、そして募集番号80番、ララーの22、牝馬、父ミッキーアイル、母の父タピット、募集価格3000万円で立東の紺の厩舎。出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が5歳、お母さんはアメリカの G1 馬で、お姉さんのサラス、シャムロックヒルがマーメイドステークスを姉妹制覇。馬体重は募集時で388キロ。ただね、やっぱりこの、お姉さんたちが小馬になってから、ハンデ重賞をね、勝った程度の馬ですよ。まあ、軽いハンデを利用して、ハンデ重賞を勝った程度の品系で、まあ、万世っていう点でもね、POG 的にはやや狙いづらいのかなという気はするところ。まあ、しかもね、母高齢に差し掛かってきているんでね、まあ、少しどうかなと、狙いづらいなという気がしています。そして81番、グランドピルエットの22、牝馬、父ミッキーアイル、母の父、ロードカナダは、募集価格1600万円で立東の小崎厩舎。出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が11歳。曽祖母のシェンクはイタリアの戦技に勝ち馬。祖母ザデマは京成杯オータムハンデ、まあ、マイルですね。まあ、祖母の兄マルカシェンクも種牡馬入りということでね、非常にまあ、マルカシェンク、ザデマ、このあたりのね、素質っていうのは高く評価されていた血統ですよね。まあ、募集時の馬体重345キロと小さめなんですが、まあ、この品系からのバカでかい一発がどっかであってほしいなっていう願望はあります。ただね、初子で軽量の牝馬。まあ、厩舎のノーザンファーム的には、こう、あまり信頼度が高くない、森厩舎の弟子のところみたいなところがありますからね。まあちょっとこれ、この馬自身は、様子見というか、ね、固めで視界の片隅に捉えつつ、これでね、1勝2勝勝ち上がってきて、こう、小柄なのによく勝ち上がって偉いねみたいなところから次を指名対象にするみたいな感じがいいのかななんていうふうに思っています。そんなわけでね、今回は、また、11頭ですね、紹介してみました。以上、ハッチでした。